ヘリラ、ミュラー、リードすると滅法強いというのがウルグアイの戦い方です。クロスボールが入ってきた、逆サイド決まった、ヤンセンのヘディングシュート、同点に追いつきましたドイツ。これはドアコンからのクロスボール、ディフェンスがちょっと気になりましたかね。同点に追いつかれたウルグアイは17分、このボールが下がらないですもんね。スアレスシュートを狙ってきた、おファウル、逆サイドへのクロスボールはカバーニのところはゴールキックです。さらに22分、得点を狙う、そして大会通算の得点記録を持っているのはブラジルのロナウド15点ですが、そこに1点と迫っているクローズの投入があるのかどうか。カバーニ、スアレス、カバーニだ、はい、コルダだ、クロス、よくゴールキーパー出ました。ブット、まだまだあります。チャンスをつかみますがなかなか得点できません。勝ち越したいドイツは後半27分、カカオに変えキースリングを投入します。すると31分、キースリング、かわしたシュート、まだある、ドイツチャンス、やっとオフサイドです。ここは決めきれませんでしたが、そのロックンをドイツは運動量で上回りゴールに迫ります。コーナーキックは12本目、中央だ、おドイツチャンス、決まった、ケディラのゴール決まって3対2、ドイツ勝ち越しに成功しました。それからのこのセットプレー、高さがあるだけにウルグアイの選手もちょっと引っ張られましたもんね。まあ、ね、ケディラの貴重なゴールでドイツが1点をリードします。追いつきたいウルグアイはカバーニに変え長身のアブレオを投入、高さを生かした反撃に出ます。しますよね、入れてきた、しかし17番のメルテザッカーが待ち構えている。193センチのウルグアイのアブレウと196センチのドイツのメルテザッカー、さらに終了間際フリーキックのチャンス、しかもゴール前には高い高いドイツの壁、シュート狙ってきた、クロスバーだ、フォルランが狙ったボールはクロスバーに嫌われます。この直後に試合終了、ドイツが粘るウルグアイを3対2で破り2大会連続の3位に輝きました。Ja, das kann man so sagen. Natürlich ist man sehr traurig noch darüber, dass man nicht ins Finale eingezogen ist, aber die Mannschaft hat es verdient, Dritter zu werden. Sie ist charakterstark, nur wir müssen noch besser werden und, man merkt aber schon, jeder Spieler will besser werden und ich hoffe, dass wir in 2 Jahren so weit sind, dann auch gegen so Mannschaften wie Spanien noch besser zu spielen. Und, das, was wir jetzt geschafft haben, das konnte man sicherlich vor 8 oder 9 Wochen nicht unbedingt erwarten. Und wir fahren mit einem unglaublich guten Gefühl nach Hause. Sí, no, la verdad que ver tantas camisetas uruguayas, tantas banderas, es espectacular, así que bueno. Tratamos de, queríamos llegar a la final, no se pudo, pero bueno, por lo menos disfrutamos del mundial, jugamos los 7 partidos y bueno, ahora a descansar. Queda por